皆様、お疲れ様です。ヤンバルクイナの庭へお越しいただきありがとうございます。最近は乾燥している日が続くようになってきましたね。そうだな、主はあまりに空気が乾燥しているため、加湿器の安いのを購入したぜ。おかげで、それなりに湿潤な環境でリモートワークを行うことができているぜ。冬になると加湿器は必須アイテムという人も少なくはないと思いますが、ひとえに加湿器とは、言っても種類が非常に豊富なので、いざ購入しようと思っても悩んでしまいますね。ということで、本日は加湿器の種類について解説していきます。加湿器は大きく分けると4種類に分類されます。超音波式、スチーム式、気化式、ハイブリッド式の4種類です。これらは、水を空気中に放出する方法ごとに分類されます。4種類もあるんだな。それでは個別に見ていきましょう。まずは、超音波式。水に超音波の振動を与えることで小さな粒子を発生させ、この粒子にファンで風を当てて、空気中に拡散することで部屋の加湿を行います。ヒーターを搭載していないため本体が熱くならず、本体価格が安く、電気代も控えめです。また、コンパクトで設置しやすいほか、デザイン性の高いモデルが多いです。安い加湿器は大体このタイプだな。一方、熱を加えずフィルターも使わないため、雑菌が繁殖しやすいのがデメリットです。こまめな洗浄を心がけましょう。洗浄を怠ったら、雑菌を噴射してしまう危険性があるということだな。また、水道水に含まれるカルキなどで加湿器周辺が白く汚れることもあるのだそうです。続いて、スチーム式。その名の通り、水をヒーターで加熱して水蒸気を発生させ、それをファンで空中に送り出して加湿します。他の種類に比べ、短時間で広範囲を一気に加湿できるのが特徴です。水を沸騰させるため、菌が繁殖しにくく衛生的です。ヒーターを使うから、部屋の加熱ができるのもポイントだな。デメリットとしては熱に電力を使うので、電気料金は高くなり、加湿器の吹き出し口が熱くなってしまうのが危険であることです。加湿量が多すぎると、窓や壁で結露することもあります。続いて、気化式。気化式は、水を含ませたフィルタにファンで風を当てて水分を気化させます。フィルタに風を通し気体として放出するので、水の粒子が小さく、雑菌の放出が抑えられます。ただ、定期的なフィルターの清掃や交換が必要になります。また、ヒータがないので、電気代を抑えられます。超音波式と同様の感じか。一方、気化による水分の蒸発は非常にゆっくりで送風量が多くなりがちです。そのため、ファンの音が気になる場合もあります。うるさいのは確かに厄介だな。最後は、ハイブリッド式。ハイブリッド式加湿器には大きく分けて2種類あります。一つは、気化式加湿器とヒーターを組み合わせたタイプ。通常の気化式加湿器が常温の風を送るのに対し、ハイブリッド式加湿器では、ヒーターで温めた温風を送り込むことで、より効率的に加湿できます。もう一つは、超音波式加湿器とヒーターを組み合わせたタイプ。ヒーターで温めたお湯を霧のように吹き出して加湿するため、超音波式加湿器でネックになる雑菌の繁殖を抑える効果が期待できます。いいとこ取りをしようってわけだ。もちろんそうですが、デメリットも有している点は考慮しておきましょう。以上が加湿器の4種類の大まかな解説です。どうやって使い分けるんだ？まずは、加湿する部屋の広さで選びましょう。加湿器は製品によって加湿能力が異なるため、各メーカーが設定している適用床面積と、加湿器を設置したい部屋の面積や畳数と照らし合わせてみてください。また、手入れのしやすさやタンク容量であったものを選びましょう。
本日の動画はここで終了いたします。チャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。